い、どうもみなさんこんにちは、ゆうすけです。霊夢です。マリサだぜ。今回もぷよぷよ実況やっていきます。やっていくぜ。今はあれですか、流行りの大先端といえば動物の森ですかね。動物の森みんなやってるよね。僕の妹もやってるんですが、僕はやってないです。なんだその情報は。いや、ちょっと出遅れた感。なんか普段ゲームやらない人もやっててビビった。最近スイッチやる人増えてるよね。Wii U の時は全然任天堂のゲームやってる人あまりいなかったからな。まあ売上数も歴代の中で最悪だったらしいからな。あとは携帯ゲームが流行ったとかってのもあるのかな。パズドラ。モンストは。モンストはやらなかったね。パズドラだけを愛する高校生でした。愛する女の子はできなかったから。そういう流れにするの、やめろよ。今のはお前やからさまじゃなかったか。過去は振り返らない性格なもので。それは嘘。風呂の中で自己反省するタイプだろお前。まあそういう風に見えるならそう思っていただければ。はぐらかすなよ。何の話してたんだっけ。忘れた。っていうか、ゲームを実況しろ。そろそろゆっくり実況ではなく、ゆっくり雑談に変える時が来たのかもしれん。新ジャンル来ました。ゆっくり茶番でもないゆっくり雑談。それで成立するからこの業界怖いわ。あ、単発に反応して本線発火しちゃった。あ、やばいね、それはビビりすぎ。単発で撃っちゃったら相手だいぶに売り。でもあれ相手伸ばせないんじゃないか。本当だ、2列目伸ばしに来そう。なんか、完全燃焼で終わった気分。そうだろうね、内容的にはお前の負けだったからな。そういえばこの時期って新学期テストとかってあるんですかね。登校禁止でテスト自体がなくなったところもあるらしいけどな。テストがなくなるのはウハウハですな。状況がこれだから素直には喜べなさそうだけど。お前は新学期テストとかあったのか。あったような気がする。なんか通常のテストより簡単だったから無駄に気合い入れてやっていた記憶がある。面白いね君。全然面白くないだろ。まあ中間とか期末とかは基本的にはボロボロだったけどね。努力というものを知らなかった。ダメダメ学生だったのかよ。暗記科目がね、基本的に嫌いだった。なんか数学だけめっちゃ得意な人たまにいるじゃん。まさにそのタイプでして僕、社会と理科は伸び悩みましたよね。あれ、でも大学は文系とかじゃないの。文系だね。数学得意なら理系行くんじゃねえのか。苦手なものを克服したいという気持ちで文系に入りました。というめっちゃ二等生な理由です。最後の一言がなければかっこよかった。そんで、苦手科目は克服できたの。できねえに決まってんだろ。なんで切れるんだよ。なんだ、この実況は勉強か、勉強なのか。お前がこの話してきたんだろ。ああ、もうわかったわかった。君たちがそういうことなら、僕は今から油そば食べたいと思います。どういうテンションだよ。尻滅裂すぎて崩壊しそう。じゃあ喜びの4連射打ちます。喜び要素はどこから出てきた。刺さったので勝利しました。これは油そばを褒めたいと思います。この勝利は油そばの勝利だね。ちょっとついていけないんだが。あ、コメント返しのお時間です。みんなが待ちに待ったコメント返し。うっどー。やけにテンション高いな。上げ上げでいきましょう今日は。仕上げ。違う。冷凍食品か。冷凍パスタめちゃくちゃうまいですよ。カルボナーラがおすすめです。わら。パスタか、確かに美味しそう。冷凍食品ってそう考えるとたくさんあるね。カルボナーラめっちゃ好きなんよ僕。これはいい情報が手に入りましたね。見つけたら購入以外ないな。ファミチキセール6日まででしたね。コンビニおにぎりは鮭派ゆうすけさんは。ファミチキセールは6日までだったんだ。あれ、じゃあ結構長い間やってた。あれ、僕が買ったのいつだったけな。知らんよお前がファミチキ買った日なんて。コンビニおにぎりはツナマヨ派です。特にあの和風マヨ的なやつが好きですね。三角のおにぎりじゃないやつだろ。そうそう、あれめっちゃうまいぜ。ガストのハンバーグくらいうまい。それは説得力がある。そこに関してはノータッチでいくわ。うぼつです。ぷよぷよ初心者で下手くそなんですが、どうやったら上手くなれますかね。あとぷよぷよ教えてくれるようなのないですか。まあ僕も教えるような器じゃないんですが、とりあえず一つ見方を覚えるといいと思います。階段でもいいし、鍵積みでもいいし、GTR でも、そこからはトコプヨで反復練習すれば上手くなっていきますよ。対戦的な技術に関してはプロの人の動画とか見るとそこから学べることも多くあります。教えるような動画は以前先折り GTR や鍵積みの利点を解説したような動画があるから、それを見てくれるとありがたいんだぜ。僕もまだまだなんで一緒に頑張りましょう。読書感想文は×?はっきりわかんだね。あんな文句用でしかないわ。夏休みで一番邪魔者。僕すごい読書感想文に苦労した気がするわ。小学生の時か。文章を書く能力とか皆無だったからな。レート2200台をうろうろしてますが、2300-2400 との違いって何だと思いますか。僕は基本、2300-2600 あたりをうろうろしてるんですけど、ここら辺の人は本戦も組みつつ中盤も仕掛けてくるイメージですね。2200以下の人に2ダブとか仕掛けるとそのまま刺さって倒せたりします。だから対応手とかシンクロ発火とかできるようになればもうワンランク上がるんじゃないすかね。まああくまで個人的な印象なので参考程度に抑えといてください。フィーバールールはやんないのですか。フィーバーは覚えることが多いので多分やらないと思います。キャラ性能、ツモのバランスとかもあるからね。普通のぷよをまずはもう少し極めてからだね。まあ特別企画で少しやったりすればいいんじゃね。それくらいならいいかもな。しばらくはぷよ2一筋でいきます。なるほど。それではこれで終わります。次回もコメントよろしくだぜ。さて、最終戦やで。なんだその喋り方。さっ
先折り GTR を組みます。いろいろ試した結果、これがやはり使いやすい。あれ、アトリとかはどうしたの？やっぱ慣れないんだよな。対戦本格的にやり始めた時から先折り GTR しか使ってなかったからな。でも形は良くなるけどね。まあそこから中盤戦に派生するのが難しいっていう。なるほどね。お、結構いい形を組めているぞ。ここからどういう風に展開していくか、若干操作ミスりましたけど、まあなんとか大丈夫でしょう。向こうは単発に3連鎖打ってきましたね。これはこちらも3連鎖で対応していきましょうか。ちょっとこっちの方が大きいかな。それに対して相手は本戦発火を選択してったけど、これは試合展開的にいいですね。あとは伸ばし次第ですよ。こっちのゆうすけ渾身の伸ばし、失敗したらリスナーに100万円ばらまきます。ばらまかないわ。いやー、青発火だったんだけど、あと一手だったな。最後の最後で置きミスもしてたからな。まあでも打っても帰ったか微妙ではあったな。ちょっと今の試合は伸ばしを迷ってしまったから、効率的な配置はできていなかったけど。ああ、まあそれは感じたわ。そして追い打ちの苦手な前消し戦。このゲームふざけてんのか。キレるなキレるな。キレ芸人ゆうすけ。キレてないですよ。私をキレさせたら大したもんですよ。まとめ。あ、違います。一回これは受けましょう。そして受けてからの2連鎖ダブル。これは相手はカウンターができないからだいぶ有利じゃないですかね。お、一瞬振りかと思ったら形勢逆転したな。天才的な試合展開。天才的は余計だけど。そして追い打ちの4連鎖。これは状況判断がよくできた試合だった。素晴らしいね。え、何を？油そば語。お前油そばにはまりすぎだろ。油そばの万能さと言ったらすごいよ。うまいし、トークの面白ワードに使える。油そばが面白ワードと認識している時点でかなりヤバいぞ。お前はまあまあ落ち着けや。すごく落ち着いてます。最速をどこで仕掛けるかですが、相手は何か対応でしかなさそうなので、大きく仕掛けてもいいかもしれないっすね。一回3連鎖挟みましょう。向こうは単発、あれは操作ミスかな。オッケー、うまくいったな。中盤戦する前に試合が終わったな。天才プヨラーが誕生したかもな。ちょっと何言ってるかわからないですね。天才プヨラーの質が下がるのでやめてください。